皆さんこんばんは、花江夏樹です。皆さんこんばんは、花江夏樹です。いや、斉藤相馬です。さあ、ということで相馬くん、はい、始めていきたいと思うんですけれども、なんとですね、今回、オープニング限定で、はい、ダミーヘッドマイクを導入してみました。なんで持ってるの？買っちゃったすごいね、これ。だからこの、 皆さんのね、耳元にこう、左右から語りかけている、どっちにね、我々が普段座りながらやっているのかっていうのがね、一聞きで一聴すれば、分かるような感じになっております。実際どうなんですかね、これ。あ、でもかなり感度がいいね。相馬くんがすごくノリノリで、僕は買ってよかったと思ってるよなんでちょっと乾杯しましょうか。 ASMR 風に、敵に。じゃあ、じゃあ乾杯。乾杯お前これめちゃくちゃ動かしたな、これ。違う違う、結構ブシュって出たのはい、さあ、じゃあ普通のマイクに戻しましょうかね。はいあ、ちょ、お、早速。うおー、これ前回はネズミ食ったから、もう次は何でしょうね。次はもうあのお客さん逆に食ってやるぐらいの勢いでね。アダシックス始まった。なぜかここに枝豆があるからあの、僕が用意しました。食べるわ。お願いします。美味しいです。うん、いきます。シックス行っちゃって。あー、なんかでも後ろのさ、屏風に書かれてるのここなんじゃないの。あ、なるほどね。うん、ちょっとこれもね、また、あ、やばいやばい、あ、やばい。もう走ることすらできないんだ。もう走れない。やばいじゃん、もう。え、そろそろもうちょっと、やっぱさっきさ、さっきでこの前のところでさ、うん、美味しいとこだけいただいてたから。そうなんだよね。それ、うえー、あ、びっくりした。ソーセージ食べんのね。くれ、あ、くれ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 、お願い、友達、お願い、友達、友達、ありがとう。おー、いいね。食べてるよね。これ食べてる？歯入ってるだけじゃない？あれ、ちょっと待って。つかむ、つかむじゃない？つか、L に？こっちか。おー、おい、いや、やめろよ、それは。ちょっと、ちょっと、いやいや、友達って言ってたじゃん。こっち食べればええがな。ええがな。美味しそうに見えちゃったかな。だからもう戻れないんだよ。ああ、やっぱりね、人間には。だってすっごい元気になってるもん。グールかもしれないですねあれ私知ってますよ、それ、もしかしたら。あれ、掴む、掴む。そう、ま、お前操作方法また操作方法忘れてんだけど。完全にリセットされてんなはいはいはい、まあね、これね、あの、大体あの2週間3週間間隔ぐらいで撮ってますからね。そうなんですよ。ちょちょちょ、あれ、おきくさんが。あれってさ、一番最初にあのオープニングムービーで、あ、振り返ってた、振り返ってた女の人じゃないの。そんな気もしてきた。だんだんと確信に迫ってる感あるね。ひょうたん、あ、そういうことだよね。あれ、届かなかった、届かなかった。あ、カンカンじゃない、こいつですか。お、いいですね。我々どうやらの動画のコメントを見る限り、はいはいはい、結構ゴリ押しプレイをしてきたらしくてあの、普通では考えられ、あのシェフのとことかは、なんか僕も見ましたけど、うん、なんでこれでクリアできるのってすごい言われてましたよね管理人のところもね、本来はあの下に床の布を歩けば足音がしないんで、ね、そこを歩いていけっていう、なんだろう、対象、うん、ロマン的な的な感じだよね。あらら、こういう、いい、いいとこ住んでるね。本来な、このやっぱさ、うん、あの目がね、うん、目が怖いんですよ、やっぱ目怖いね。お、登れる。でも基本壁にかかってる絵も目がなんかね、だからやっぱ常に見られているみたいな。そういうことか。びっくりした。 お前マネキンさ、言っといて。うわー、うわー、怖え、この部屋。これやばいよ。え、ちょっと待って。え、いるじゃん。あれ、これ気づかれちゃダメなんじゃないの。どうしよう、これこの人が歌ってるんじゃないの。え、これ行く、行く、行きましょう。しゃがんでね、しゃがんで音を立てないように。ちょっとちょっとちょっと、
え、でもなんかこいつの場合はあんま襲ってくるタイプの。うわー、やばー。いやもうちょっと顔白かったぞ。びっくりした。やばいね今の。しかもなんかちょっと技みたいなのね、念動力みたいなの使ってましたね。あ、でもあっち行かなきゃいけないの。でももっともうちょっと後ろ目通ったらいいんじゃないの。もう俺ちょっとあれ見たくないんですけど座れるやつね。あ、ていうかさ、相馬人形あるじゃん。え？ちょっと待って、あのね、相馬人形がこれいける。あ、いけるね、いけるいける。はい、ナイス。クッククック。あ、ちょっとお姉さんの寝室ちょっとドキドキしますね。いい匂い、いい匂い。なっちゃん、いつものあの指が、指が握力。一回休憩していい？いいよ。よし、ちょ、ライターつけてみな。この、あ、特になんもないですね。あの壺割りてえな。僕らもう分かりましたからね、壺っていうのは割るものなんだ。そうだね。ただ割ったら確実に来るだろうから、もし仮に割るとしたらすぐベッドの下に火なんだね。モテる？それ。あ、押せるよやっぱ。いやいやいや、じゃあもうすぐベッドの下ね。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。はい、ナイス。あ、鍵出てきた。はいはいはい。ちょっと待って待って、ほらやっぱ歌やんだから。え、いや、え、来ないの？どうすんの？え、行っていいの？どうすんのこれ。じゃ、鍵持ってもう一回ベッドの下行こう。こわー、頑張れ。いや、なんかまた怪物とは違う怖さがあるよね、うん、いいよ、慎重慎重。いるのか、うん、もうちょい行ってみる。なんだろうね、奇跡的なタイミングで。トイレとかかな。あー、行ったのかな。あ、ほら、いなくなってるし、さらに相馬人形あるから、あれも割っとこう。これもうさ、いいよいいよいいよ。これ相馬人形で、もう俺も相馬人形って言っちゃってるはいはい、ナイス。なんでさ、逆にいなくなったの、なんでなのか教えてよ。おお、またこのマネキン。階段降りたところに鍵があったよね。ありましたね。なんかでもさ、うん、最初の船の中とかもそうだけど、うん、かなりこうタイプの違う恐怖感っていうか。そうだね、なんかびっくり系からちょっとじんわりくる怖さから、ね、どうしようどうしよう、これどうしよう、閉める閉める、これ行く。いや、もう行こう行こう行こう。うわあ、なになになに、しゃがんで。なんだ今の、なんだ今の、やばいぞ。来るの来るの、バカ。え、違うなんか、あ、でもなんか寒いのか、ここ息が白いね。ここ寒いのか。え、待って、なんかこの中に潜んでる。潜んでるよー。うわー、やばいやばいやばい、ちょっとマジ。え、どうすんのあれ。待って、俺今までで一番こいつ苦手かもしれない。本当に、なんか嫌だよね。あのね、スーッと来る感じ嫌だよね。子供の時にね、うんうん、寝室が2階の一番奥だったんですけど、はいはいはい、でトイレに行くにはその長い廊下をね、うん、あー嫌だね、渡らなきゃいけなくて。夜中とかさ。そうそうそう。でね、そこに髪の長い女性が立ってるんじゃないかっていう、その妄想に取りつかれてたのを今すげえ思い出しちゃったよ。あるよね、これどうすんだ。あ、じゃあこれやっぱなんか子供の頃のその怖い記憶みたいなののトラウマ集みたいなの、うん、絶対そうでさ、感じでもあるんじゃない。これどでもさ、どこに潜んでるの。あれか、これか。あ、やっぱこれも音の、あ、これじゃない、これだ、これ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 、このちょっと着物っぽいシルエットの。バレてるぞバレてるぞバレてるぞ、ほんとに。でも私たち行きますからね、来ないでください。ほんとね。あー、違ったー。え、これなんだなんだこれ。やっぱ走るのかな。ひたすら右。さあ、たった今前だけを見つめて、シックス選手が、あの子を思い出す。あ、ちょっと、ちょっと、突っかかった。これは想定外。あ、大丈夫だ大丈夫だ、いけるいける、スライディング。あー、ナイス。あ、上手くなったな。でもなんかほら、でもなんかほら、さすがに、さすがにもう来ない。あ、よかったよかったよかった。おっしゃー、よし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 、物理ー、いけるぜ物理。はい、ここでもそれが正解だったっぽいな。いるよいるよ。え、あれそうなの。あ、またあれかな、マネキンでしょ。だってさっき置き去りにしたから。すごいびっくりした。うわー、似てる。多すぎー。この
いやここもまた急に出てきそうで怖いな。もう僕は絶対大丈夫ですから。本当に大丈夫ですか。まあ結局ね逃げ切ればいいんですよこんな。確かに所詮ね生きている人間にはかなわんのですよやっぱり。そうね。おここはバリベキしゃあ。何せねもうシックスだってさ、うん、ほらもう人間じゃないからさ。そうね。これはどこでしょう。そのなんか鏡なんだろうね。なんだろうこれあ縦かな。かなんだろうこれ。ちょっと待って なんか音変わってない。これでも変わってる鏡じゃないこれ。これをどうすんのよ。これを光に反射させるのでは。これなっちゃんさっきの部屋に戻ってインテリ出ちゃってますよ。インテリが出てますね。任してくださいよ。結構なんかちょいる。え？いやこれもう音怖。鏡でさちょっと一回やってみる。あいつにさ、うん、鏡を見せると。そう逆に反射でね。ほらあれだけ鏡が割れてたってことはさあ自分の姿を見ないように。そうあれ？え？え、いや、え、ちょ、怖え。いや、こ、うわー！そっからいけんの？どうなる？どうすんだこれでも。まあだからその鏡、やべ俺枝豆と勘違いしてイヤホン食っちゃったんだ。いいね。部屋暗いからね。あれ消えて。ほら。行ってみよう。あれ？あれ？あ、光が。あっ！おー！あー！いけー！やったー！おー！ナイス！天才！ひゅー！かっこいいぞ！いや、すごいな。たくましくなったな、シックス。ね。え、で？で、そっちじゃない。あいつがいたところ。あ、こっち？うわー！でもさ、どうやってさ、来るかわかんなくない？じゃあ、一回やらせてもらっていいですか？お願いします。どっから来るか。はい、準備 OK でーす。OK でーす。どっからでも探します。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。結構可愛い目の悲鳴ですね、これは。そうですね、まだやっぱ本気じゃないんでしょうね。さあ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 、そして明かり、はい、こっちに明かり来ました。そこでもぐるぐるしてればこうはい、どこからでも OK です。 OK でーす。はい、 OK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 。 よいしょー、よいしょ。はい、まだ来るよ、まだ来るよ。これ OK でーす。次どっちだ。さあさあ、どこだどこだ。あ、こっちですね。はい、回転タイム入ります。回転入ります。 OKOKOK。 ありがとうございます。いつもより多めに回っております。いやー、おっと、フェイント入れてきましたね。はい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 、こっちでございます。ちょっと待って、予知すごい。僕はでも一つの疑問があるんですよ。なんでしょう。このバトル中にあれなんですけど、あの花江さんは、はい、全てを知ってて僕にずっと接待プレイをしてるんじゃないかって。なんでだなわけねえだろいやすごいの、やっぱうまさがすごい、ゲームの。これだって収録毎回楽しみだもん。いやほんと楽しいよ、ね、極力もう。あ、来てる来てる。ネタバレを見ないように毎日過ごしてきてるからね。しゃー、はい来た。いやマジですごい、ほんとにいけるよ。いや、まだか、まだか。でもなんかこれは相馬に倒してほしい感あるけどな。いやもう僕いいんです、見てるだけで楽しんで。じゃあもうバキッととどめさせちゃいます。サンキュー。これが俺たちの力だ。おお、あれ割れたよ鏡。これは？おいおいおい、泣いてるね。じゃあこっからちょっと相馬くん。あ、いいよ、どうぞ。これも？あ、あ、え、まさか？それはないよシックス。お前さすがにそれやったらもう戻れなくなるぞ。まずいってそれ。これそうだよ。いやだってしょうがないでしょ。しょうがないかな、お腹空いてるんだもの。まあ食うか食われるかだもんね。あなたもしょうがないって思ってくれるよね。やっちゃいましょう。うわぁ、うわぁ、これ結構衝撃よ。
うわやばいやばい。もうだからこれシックスがさ、うん、あ、ほらやっぱそうだよ。これやっぱり、おお、え、なになに、シックス、シックスどうした、シックス、シックス、こっち見て、シックス、今まで一緒に頑張ってきただろう、俺たちチームだろ、シックス、シックス、シックス、いける、え、これ操作してる、してる、え、うわぁ、何、え、これもうなんか全てを悟ってるね、ここから出ていくの、え、でも見つかっちゃうよ、ゲストに、いや、え、これどう、うっそ、強すぎる、チートやん、シックス、やべえ、闇落ち主人公だ、やばい、そんなことある、めちゃくちゃじゃねえか、いやいや、これマジかよ、いやでもなんか成長して嬉しさもあるよね、そうね、うん、でもやっぱこう食べるっていうことが一つ、うん、かなりそのまあテーマ的なね、食べるというか、うん、欲望、うん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 、うわぁ、行っちゃ、行かないで、シックス、え、もうこ、え、お分かり、バッドエンドじゃね、なんか、え、でもちょっとなんか神々しさすらあるよ、かっこいいね、うわぁ、うわぁ、俺なんかこういう、こういう終わり方というか好きだわ、いいね、あ、登ってる、登ってくよ、シックスが、シックス幸せになって、これやっぱもうこれで終わりなのかな、やっぱ、いやでも、終わりっぽいな、終わりっぽいね、終わりっぽいな、なんかもうこれ以上なさそうだもんね、あ、友達、友達、あれ友達が、こ、友達が、お前の仲間食べたのに、これ友達になった友達かな、じゃないかな、抱きしめた友達だよね、友達じゃない、わあ、終わったね、終わった、めちゃくちゃ後半の盛り上がりすごかったんだけど、すごいな、なんかまだ、うん、受け入れられない自分がいるわ、え、なんかあの後どうしたんだろうね、ね、そう、これは考察の違いがめちゃくちゃあるよね、我々もね、はい、スタート時あのインテリ声優がっていうスタートだったんですけど、いつの間にかあの編集によりオドジ声優にそうだねちょっとやっぱりあのミスる場面がね、いや多かったね、ただはい、その船内をね、はいはいはい、ずっとこう逃げ回ってきてからの、はいはいはい、あの和風のステージに行ってからのちょっとスピード感が、ね、うん、半端なかったね、いや今回でもリトルナイトメア面白かったですね、面白かった、しかも、はい、大長編じゃないですか、そう、僕のチャンネルで、はい、唯一のかなり続いてるやつです、そうですよね、いや無事終わってよかったですけど、うん、でもこのゲームあのダウンロードコンテンツもあるみたいなので、そちらもねぜひね、あの時間があればね、やってみたいところですよね、あ、シックス、え、これどこ、これがだからあの、え、ちょっと待って、え、これ動かせる、あ、動かせないのか、これがじゃあ脱出した、脱出したこの直後ってことだよね、ところか、さあということでリトルナイトメアプレイしていただきましたけれども、はい、どうでしたか、いやー本当に楽しかったです、普段そんなにはゲームやらないって言ってたんだけど、かなりその友達と、はい、長期間にわたって1個のゲームをクリアするって、はい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 、すげーあの頃の気持ちになるっていう、ね、いやでも本当に楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、さあということでまた、はい、ぜひ来てください、はい、以上花江夏樹と斉藤相馬のリトルナイトメアでした、バイバーイ、バイバーイ。